なにこれ、嘘発見器アプリ？なになに？今からする9つの質問すべてにはいで答えてくださいか。へえ、面白そうだな。よし、やってみよう。あ、葵、この前の女の子紹介する話やねんけど、どんな子がタイプか聞いとこうと思って。ごめん、今から診断テストするんだ。すぐ終わるからちょっと待ってて。あ、そうな、わかった。これ何のテストやろ。まあ待ったるか。では質問を始めます。1、あなたは今彼女が欲しいと思っていますか？はい。まあ私に紹介してって頼んできてたしな、そりゃ欲しいやろ。2、あなたは可愛い系より美人系が好きですか？はい。そうなんや、葵は美人系か。綺麗な知り合いから選ばなあかんな。3、あなたは年下より年上が好きですか？はい。年上好きか。そうや、バイト先の佐藤さんに頼んでみよう。確か可愛い系の彼氏欲しいって言ってたし。4、あなたは彼女がいても他の女の子が気になりますか？はい。え、そうな、意外と浮気性やな。でも男やしそんなもんか。年上やしちょっとの目移りくらい許してくれるやろ。5、あなたは1日に5回以上したことがありますか？はい。急に何この質問。っていうか5回って多ない？見た目とギャップありすぎやって。佐藤さん可愛い系の絶倫でもいけるかな。6、あなたは思いつく限りの性行為を試したことがありますか？はい。あっちの好奇心ありすぎるやろ。これはあかん。佐藤さん意外と真面目やし、葵の奔放さにはついていかれへん。違う子探さな。7、あなたは人から罵られると興奮しますか？はい。葵マゾなん？アクティブな絶倫のマゾってどんな子紹介したらいい？めっちゃむずいねんけど。8、あなたは性格が悪くても体が良ければ付き合えますか？はい。おっと、ここに来て新情報来た。こいつクズやわ。でも約束したし、軽い付き合いができる女王様系女子か。そんなんおるかな。9、あなたは日本人よりも外国人の方が好きですか？はい。はい、もうお手上げや。私の知り合いの中で葵を満足させられる子を探すんは無理。っていうか、こんなヤバいやつとマッチする人おる？あ、今ので質問終わりだ。で、肝心の診断結果は？正直度 90%。 あなたは正直者です。やった、正直者だ。途中から変な質問ばっかだったけど嬉しいな。葵、あ、ごめん、夏希ちゃん待たせて。女の子紹介してくれる話だよね。うん、そやねんけど、私の人脈じゃ無理やから海外で彼女探して。なんで？